石津、石津ゴール前、石津が持っていく、落として鈴木純から左へ和子、新加入の和子からクロスを入れてくる、トゥドゥが待っている、こぼれた、オーバーヘッド、石津が決めました。2018年開幕戦アビスパ福岡第1号ゴールはなんと豪快なオーバーヘッド、石津が決めました。まあ、石津がペナルティボックス内で鈴木純に落とした後、和子に当たった後ね、やっぱ和子のクロスの精度も高いので、やっぱりね、前中の入り方がすごい良かったですよね。ゆりかごダンスも披露しました。いやー、開幕戦石津が豪快なゴールでしたね。そうですね、多分このドゥドゥのヘディングの時に折り返しをもらおうっていう意識があったと思うんですけども、はい、まあ、イメージとしては少し中に入りすぎてしまったかなっていうところあると思うんですよね、ここで。ですので、ね、少し戻りながらですよね。まあ、だけどやっぱ得点感覚ってのはやっぱ抜群ですよね。まあ、彼とよく話すことがあるんですけども、まあ、昨シーズンこうゴール